はい、今回は、オーキーさんから出ています広角レンズ、セルカレンズクリップ付き iPhone、Android スマートフォンに対応した PL-WD04 という商品ですね。広角レンズですね、クリップ付きと、あと iPhone6 のプラスと 6S プラス用のケースが付いた、広角用レンズです。セット内容は見ての通りで、広角レンズですね、ちょっと大きめの広角レンズと iPhone6 プラスと 6S プラスのケースで、クリップで、ゴミ取り用の布巾と、あとレンズケースですねになります。レンズケースをしまうことはできますが、あと iPhone6 のケースとクリップは別管理しないといけない感じですね。はい、で今回はこのレンズをつけた時にどう変わるかっていうのを、写真でもいいんですけど動画でやってみたいと思います。で使うのは iPhone6 プラスで、今撮影しているので、こいつにこのケースとレンズをつけて、やってみたいと思います。でつけて、これを一般状態でかぶしてどう変わるかっていうところですね。で今、ここ手前から約30センチの位置に、横にあります。で見た目だいたい横が30がギリギリ映ってなくて、30から80がギリギリ映ってないような状態ですね。これがどう変わるかっていうのを見ていただければなと思います。はい、では装着してみたいと思います。はい、一気に広がって、30、80が見えていなかったのが一気に20手前から90手前まで、で多分見ていたら分かると思いますけど、それぞれ物が映ってなかったのがグッと映っています。これだけ広がります。これだけ効果がある広角レンズでした。今回紹介しましたのは大きいから出ています広角レンズですね、セルカレンズ、型番が PL-WD04 という商品でした。